見た感じ、ここが祈りを捧げる祭壇だな。はーい、どなたですか？誰ですか？一体どこに？祭壇から何か来るぞ。かぐやさん、大丈夫？あ、卑弥呼様、もう何してたんですか？待ちくたびれましたよ。あれ？ちょっと背縮みました？髪の色も。やっぱり地球の人ってちょっとの時間で随分変わるものですね。なんか予想と違うな。卑弥呼様のお手伝いでここに来たのに誰もいなくって、来た道は塞がれちゃってるし、私待ちくたびれちゃって暇つぶしに今電子瓦版荒らしてたんです。ここは危ない、とにかくすぐに脱出しよう、かぐや殿。あら、お客様？あなたも卑弥呼様のお手伝いですか？何を言ってるんですか？そうだ、やっとアーリマンの準備が整いましたの。ついでだから、あなたたちもご馳走になっておしまいなさい。アーリマン、聞き慣れない。貴様、何者だ？今から消える人に言っても無駄ですわね。少なくとも卑弥呼殿ではないことは分かった。私の知る彼女は貴様のような下品な身なりはしていないからな。あなた生きて帰れないわよ。ま、元より返す気なんてありませんけど。あ、何これ何、私見てる。髪、髪、かぐやさん逃げて。今までの巫女はさしずめこいつの餌ってところか。来るぞ。いる間にあの女は逃げてしまったか。ま、姫を助け出しただけでもいいんでないすかね、かぐやさん。すごい、理由は知りませんが、あなたたちはあんなバケ。いや、だからあんたを助けに来たんだっつーの。かぐやさん、怪我はないですか？卑弥呼さんや他の巫女さんたちは。え、ああ、ちょっとわからないです。そうですか。あの女、何だったのかしら。何がしたくてこんな。とりあえずかぐやさんも無事ですし、戻りましょう。マシメさんもきっと心配しているはずです。you
ですが、姉上は、もう、いえ、分かってはいたのです。いつも優しく、正しくあろうとする姉上が、このようなことをするわけがない。ただ、私は、それでも、頭では分かっていても、姉上を諦めきれなかったんです。しかし…なんで、ナシメさんがそんな顔するんですか？ナシメさん、卑弥呼様がいなくなってから、悲しそうな、辛そうな顔しかしてないじゃないですか。よくわかりませんけど、私、ナシメさんが邪馬台国のために頑張ってたってことだけは知ってます。かぐや。一人で地下洞窟に行ってボロボロになってきたり、こっそり祭壇に入って行ったり。あ、でも、卑弥呼様帰ってきたから、もう元気になりますよね。もしかして、私のことか。ありがとう、かぐや。私はもう大丈夫だ。皆様、本当にありがとうございました。今後の統治はあなたが。ええ、私にどれほどのことができるか分かりませんが、精一杯やってみますよ。そうですか。いい国になるよう期待しております。ありがとうございます。しかし、祭壇に神喰いが住み着いていたとは。イオに邪気を払ってもらわねばならないが。そうだ、邪気といえば最近、この先の出雲で原因不明の瘴気が充満しているのです。ほう。危険なので出雲への門は閉ざしてあるのですが、あなた方であればその原因を突き止められるのでは。行きましょう。では門番にあなた方を通すよう話を。ちょっといいですか？え、はい、何でしょう？その、私も一緒に連れて行ってください。え、一緒にって？かぐや、私、この人と旅をしなければならないのです。運命？いや、構わないよ、行っておいで。ツッコミなし？ああ、もちろん皆さんがいいと言ったらだがね。うつつかものですが、どうぞよろしゅう。いつかはこうなると思っていたよ。だって君は、いや、なんでもない。辛くなったらいつでも戻ってくるといいさ。かぐや殿は勾玉作りの名手と聞く。我らの仲間になれば心強いだろう。私、頑張ります。卑弥呼様とのお出かけも久しぶりですね。道中楽しくなりそうですね。え、静か御前もう慣れちゃったの？
なんだこのモヤモヤ。強烈な正気だな。よもつ平坂から何か湧き上がってます。一体何がこんなに。そういえば出雲には魔獣イザナミがいると文献で読みましたが。違う、こいつは。いや、まず行ってみようぜ。確かよもつ平坂の入り口は休憩所になってる。このまま進めば左手に見えてくるはずだ。ってちょ、やだ、ハエとかいるんですけど。あいつら帰るかな。いや、無理だろう。